佐賀県では明日明け方から夜遅くにかけて大雨となる恐れがあり、佐賀地方気象台は土砂災害に警戒を呼びかけています。佐賀地方気象台によりますと、対馬海峡付近にある前線や低気圧に向かって暖かく湿った。空気が流れ込み、大気の状態が不安定となる見込みです。このため、佐賀県では明日の明け方から夜遅くにかけて。 局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り大雨となる恐れがあります明日の1時間雨量は多いところで50ミリ明日午後6時までの24時間雨量は多いところで180ミリと予想されています佐賀地方気象台は土砂災害に警戒を低い土地の浸水や河川の増水などに注意を呼びかけています